お礼さんの宇宙ロケット開発は夢なんですか金儲けなんですかとかって聞かれるんですよ、はい、いやだからさそういう二分論がおかしいいんんだだよよみたなな話ね <laughs> 私は誰もやらないかやる人が少ないところをやってますよと、はい、まあ少なくとも日本にとっては,それは必要でしょうこれだからちょっと僕のそのじゃあ価値主義的な文脈から言うと。はい 確かに中国とかアメリカの資本の投下のされ方からするとまたバズーカ法に竹やりで戦ってるよみたいな話なんですよ <laughs> です、ね、正直。なんでまた竹やりやんだろうなとかと思うんだけど一瞬なんかワンチャン日本も金が入ってくることもあるじゃないですか、はい、たまに。もうだからすごいことだと思ってて日本初の航路が立ったのって1901年八幡製鉄所なんですけど、うん、明治維新から34年明治34年なんでそこから。 太平洋戦争始まるまでそして始まったのは1941年なんですよ40年しか経ってないですよ戦艦山とか建造されたのって1934年とかそれぐらいなんですよ産業革命の差の字もなかった国がたった34年で鉄鋼が作れる国になってそこからたった30年で世界一の戦艦が作れる国になったわけですよすごくないですか30年っつったら僕がインターネットに出会ったか出会ってないかぐらい 30年でその鉄鋼が作れるようになって世界一の戦艦が作れる国になるポテンシャルはあると思っていてそれはお金の動かし方次第でそれだけのポテンシャルは僕はあると思ってて日本の産業の中でもやっぱり主要な産業っていうのは工業製品自動車とかなわけでやっぱりそれは大事なんですよね。 で今回戦争がねウクライナで戦争が起こって思ったことはやっぱり工業力って大事だよなうん、うん、国内で何か有事が起こった時に何でも作れる国って強いよ、ね、日本って何でも作れる国なわけですよ。F35B だってアメリカからライセンスしてるけど実際三菱重工とかが作ってるわけですよ、はい、IHI とかそういう日本の会社からライセンス制作作作ってる作れるんですよね技術的には。これすごいことなんですよ。 だけど今ロシアって作作れれなないいいんんでですよ作れないものが結構多いんですよだから長期的にはあの国は北朝鮮化していくんじゃないかって言われてるんだけどうん、うん、そういうふうなことにならないようにするためにもやっぱりロケットはパズルのピースを埋める大事なピースであってフリーな戦いでもそれは誰かやらなきゃいけないなっていう,うん、うん、でも誰もやらないから、はい、だってロケットの会社なんてニュースペースのベンチャーってアメリカに数十社あるのに。 しかもロケット打ち上げだけで数十社あるのに日本って2社しかないんですよ、はい、まあちゃんと打ち上げられそうなところは。だから誰もやってない等しいなと思ってやってるんですよ。うん、だから誰もややってないことをやる 世の中こういうふうになっていくからこれをやらなきゃいけないよねだからメタバースはこうなっていくよね分かってる人がいるやってる人がいるじゃあそれは応援する俺は違うことやる他もみんな「いや堀江さんそれは金がつかないから分が悪いっすよね」とかって言われたからもうそれはやるしかないよねって俺がやらなくて誰がやるんだよみたいなもともと堀江さんって私商業主義者じゃなかったと思うんですよねそもそも儲からないこともやってたじゃないですか。論理 的にこうなるよねっていう未来に対して貼ってただけだって、儲かるかどうかってあんま気にしなかったですよね。実は一番資本主義的じゃなかったんですよね。うん、だから最初から価値主義はめちゃくちゃ利用してますけど。うん、はい。ではあるんですけども、根本の価値観っていうのは儲けるかどうかって考えてないので。うん